しかし、ある時を境に、その夢の世界は終わりを告げます。度重なる大災害によって、天上界との交流は途絶え、いつしか、私たち地上の民は魔法を失ってしまいました。こんなの、ただのおとぎ話だと思ってました。でも、天上界は確かにあるはずなんです。そして、これが、天上界と地上界を結ぶ無限の塔。なぜあるのか誰も知らないと言われてきましたが、古文書の記述が正しければ、えいやっぱり何も起こらないですよね。うわわ、
験生だな。俺は土の精霊フラワーゴーレム。早速だが、お嬢ちゃんの力見せてもらおう。準備はいいか？はい、よろしくお願いします。大したもんだね。俺もお嬢ちゃんのサポートをさせてくれ。本当ですか？ありがとうございます。ちょっとメディちゃんのサポートをするのは私よ。固いこと言うねよ、サラマンダ。可愛い子に力を貸したいと思うのは男の性なんだよ。何それ、下心丸出しじゃない。